実況動画だよ。実況動画第3回じゃなくて。なんかその辺いつも曖昧だよね。曖昧です。さあやってまいりましたけども。はい、どうぞ。はい、毎度おなじみゲーム実況者の江戸さん&ふみいちの江戸さんでございます。はい、同じくゲーム実況者江戸さん&ふみいちのふみいちでございます。はい、よろしくお願いします。いたします。ということで、いよいよね。第3回ということで3回来た、前回見ていただいた方はお分かりの通り、はい、2回目の集大をフルボッコにされました。おめ挽回、名誉挽回、おめ挽回、おめ返上おめ返上、名誉挽回、名誉挽回、そうすべく、そうそう、ちょっとこの第3回おめ挽回しちゃダメだから、ね、うん、第3回を設けさせていただきました、はい、ということで本日も、ゲストじゃないよ、助っ人のお二人、助っ人のお二人、頼れない助っ人の2人、頼りないかもしれない、ね、うん、開発さんと宣伝くんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。宣伝くんにはね、期待大ですから。そうですね、あの開発さん、はい、あの前回の敗因は何ですか。そうですね、やはり装備の充実っていうのを測っていなかったので、その辺がやっぱり敗因でしたね。ですよ、宣伝くんのせいじゃない。そう、まあ多少はあるかもしれない。すいませんでした先輩だから、先輩だから。ということで今回第3回は、はいはい、ちょっとあいつにリベンジする前に、はいはい、一回カスタマイズでスーツを、スティールスーツをちょっと強化してから挑もうと。それがね、そういう感じでございます、うん、では皆さん、ね、右上のカスタマイズのところをタッチしてください。タッチします。はい、タッチ。はい、何ですか。これをタッチするとですね、制限時間内ですね、スーツカスタマイズするので、一旦ここはちょっと時間を止めますね。じゃあスーツのカスタマイズ、左にあるとこを押してください。はい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 、はい、でここで何じゃこれや、武器をいろいろ新しく買ったりできるんで、はい、作ったり強化したりできるんで、はい、ちょっとそれなりに作ってみましょうか。はい、なんだこれ。お、あのね、はい、高機動型と重火力型も、はい、これ作れるようになってるから。これなってるの。なってます。お、ほんとだ。そう、うん、江戸さんちょっと、うん、俺どうしようかな。俺重火、うん、俺重火力から、やっぱり、うん、俺高機動にしようかなと思ってんだけど、これちなみに、はい、なんで開発さん黙っちゃった。はい、何がどうとかあります。重火力の特徴とか知りたいです。重火力はもうその名の通りですね、はい、装備が、うん、すごい、攻撃力の強い武器っていうのが出てくると、はいはいはい、高機動は、そうそう、高機動知りたいんですよ、はい、高機動の方はですね、もうその名の通り、他のスーツよりも、はい、機動力が高いんですね。その分、小回りが効くっていうか、小回りが効く、はい、なるほど。あのね、ブーストが重火力だと700なんですよ。本当だ。でも高機動だと1200、500違うから。あ、本当だ。支援性能とかも全然違う。だってさ、重火力の支援性能4だよ、はい、で俺の高機動の支援性能8です。8だ。全然違うぜ、はい、シールドは確かに倍ですよ。重火力1500ですから。そうだね、あ、いろいろあるんだそういうの。じゃあ、そういうことね、今回はじゃあ江戸さんが重火力で、うん、重火力で踏み位置高機動にしてみましょう。はい、じゃあ、スティールエナジーを使ってスーツを生産してください。750ですね。はい、はい、はい、どん。そうすると高機動は高機動の装備っていうのが出てくるんで、で重火力が重火力の装備出てくるんで、なんか適当にそれっぽいの装備してみましょうか。どう、あんま行きすぎるなよ。これかな、これかな。ねん、スタンロッド超気になる。何それ、何スタンロッド超気になる。俺スタンロッド生産。本当に、うん、スタンロッド生産。これこれ、あ、素材も足りてるよ。これかな、これ生産。素材が足りない場合は生産できませんので、はいはい、だってスタンロッドって近接武器でしょ。そういうことだよね。近接と殴るんでしょ。そうそう、使ったことないんだよ。わ、はい、ね、かりました。ちょこれでじゃあ。ああ、すげえ。すげえ、二刀流だ。で、マシンガンはマシンガンのままでいいや。これは装備2に装備して、はい、サブウェポンな。で、補助でグレネードとかあるわけだね。すげえ、いろいろある。武器も2種類装備できますので。あ、ほんとだ。なんかすげえいっぱいある。いっぱいある、いっぱいいっぱいあってわかんない。とりあえず俺、スタングレネード。あんま行きすぎるとあれだから。とりあえず武器だけやるわ。スタングレネードにする。生産。はい、でこれを、これ装備2に装備、カートリッジとかいっぱいありますけど、でね、はい、色も変えれるんですよ。あ、自分の、自分の、そう、このスーツの色も変えれるから。あ、そう、それでなんかアンロックしてた色がね。そうそう、俺親衛隊になっていい。親衛隊、うん、親衛隊、ほら、あ、親衛隊だ。親衛隊専用。何の親衛隊か知らんけど、親衛隊専用の、どうしようかな、スティールスーツになりました。今日色も、メインカラーとサブカラーっていうのがあるんで、はいはいはい、変えれるんですよ、変えれるんしていただいて、メインもこれだ、メインとサブカラーだ、サブもこれにできるするわけだ。いやー、レッドだ。あー、なるほど、レッドだよ。おお、メッサー赤くなった。あー、なるほど、はい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 、メタリックブルー、レッドレッド、あー、なるほどね、なるほどね、すげえ色々ある。どんだけ赤いんだよ俺。いや、俺新型だからこれでいいや。俺重火力なのに赤いってなんかちょっと違うけど、まあいいや。はい、重火力赤いです。じゃあ、うん、カスタマイズ完了です。僕は完了しました。はい、大丈夫ですか。大丈夫です。何持ってん、まあいいわ。後で見せて、後で見せて、後で見せて。何持ってんすか。すごいよ、来たから、うん。で、これね、ちょっと説明させてください。はいはい、下にスティールカプセルってのあるじゃないですか。
ありますね、これ実はですね、スティールカプセルっていうのはちょっと特別で、はい、実際にこのスティールクロニクルを、うん、一定時間プレイすると、はい、1個だけスティールカプセルを手に入れることができまして、はい、ボーナスでもらえるんですね。あ、ボーナスね、うん、プレイしてくれてありがとうみたいな、はい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 、で中からですね、うん、世にも奇妙なあんなアイテムやこんなアイテムが出る世にも奇妙な、世にも奇妙ではないですけども便利なやつが出るんですよね、はい、そうですね、役立つアイテム、まあ、そういう時に宣伝さんが何って言ってくれるとすごくありがたいんですけどね。はい、行きましょうか。本当に？はい、じゃあモード選択に戻ってください。カスタマイズ完了です。あると完全に油断してたからしてた、ね、じゃあ実際これで僕ら強化できたんで、はいはい、そうだね、いざ、うん、やつにリベンジしたいと思います。リベンジしよう。皆さんちょっと気合い入れましょう。気合い入れましょう、はい、絶対に、はい、殲滅するぞ。おーっていきましょうね。そうですね、いきますよ、はい、絶対に殲滅するぞ。おー、今度こそ勝てないと、うん、これ勝てないといろんなところから方々から怒られるから、ね、そうだよね。そう、よし行くぜ。よ、行くけど、よろしくお願いします。とりあえずね、とりあえず、とりあえず、あ、チャットね、チャットね、挨拶、チャット挨拶、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと待って、ちょっと待って、カウントコーナーショートしたんだけど、先生くん何やってんの。先生くん何してんの。あ、直った直った直った、よろしくお願いします。先生くん何やってんの。先生くん大丈夫。先生くん大丈夫。大丈夫。よし、新しいの手に入れたからちょっと使ってみる。俺このスタンロッドをさ、使いこなしたい。見て見てこの。これガトリング見てよ。いいから敵って倒してよ。てかね、あ、ちょ、みんな、みんなこっちこっち。これどこ、どこ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 行くのこれ。こっちこっちこっち。あ、上に行くのこれ。こっち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 。上登んだ。こっちこっちこっち。行きましょう行きましょう。ここここ。ここ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 。敵。すげえこれ。行ったけど、アップで言うても敵は強いからね。でも大丈夫、俺ガトリングがあれば。俺ガトリングめっちゃ強いって。ガトリングは強いんですけど、はい、動けなくなるんでお気をつけて。動けないっすよね。歩きながらいけないんだ、はい、これ。あ、すげえ、リロード固定放題だ。固定放題になりますよ、私は。そうですね。はい。でリロードもすごく遅いので。そうですね。あ、いって、はい、いただか。ちょっと待って、ピピピピピ。はい、キュッ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 、はい。ありがとうございます。はい、キュッしました。ありがとうございます。なんか来た。おお。俺がここを守る。あ、やべえ、スタンロッド強い。俺がここを守るからお前たちは先に行け。先に行かないで。スタンロッド強い。これで、あれあれあれ、ドラムがボーン。ちょま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 ちょあれあれ誰か誰か誰かまたやられた。誰か誰か誰か全然やられた。全然やられた。全然またやられた。全然やられた。ちょっと待って、全然で固まりつつ、落ち着いてみんな落ち着いて、みんな下がって、みんな下がって、下がって、みんな下がって。先生にね、突っ込みすぎてね、助けに行ってやられてなってるから。そうそう、このまま持たないぞ。そう、持たないよ。ちょっとまだ始まったばっかりなんだから、ちょっと離れて。あ、オッケーオッケーオッケー。このマシンガンも使っていかないとな。俺このガソリングで、それ遠くから撃ちますよ。やってて、やってて、うん、で、あ、いいね、いいね。あ、海城の体力やばいな。俺やばいんだよ。やばいな。やばいっすね。確保しないとやばいね。回復してみましょうか。回復なんですか。回復できました。あれ、今緑のピョンってなりましたけど。回復しない。宣伝くん、何後ろにいんの。めっちゃ後ろにいるんですけど。すいません。回復して、回復して。回復しない。回復して回復して。ああ、すっげえ。回復。うまく当たらないですね。当たらないの。なんだよ。すげえ。あれ？なんか壁にへばりついてる。あれ？先手くん、先手くん。先手くん何してんの？今壁にへばりついて倒して死にました。何やってんの？よしよしよし。先手くん本当に役に立ってないんだけど。先手くん頑張って。これ下でいいのか？ありがとうございます。行こう。ああ。また上から来た。上から来た。気をつけろ。宣伝君が挨拶してる。宣伝君、その白いスーツを本気で何もしてない。あ、なんだ。おお、びっくりした。あ、でかいのでかいの。あ、でかいのした。ちょっとでかいのが今いっぱいいますね。ほら、これリーダーエネミーでしょ。これリーダーエネミーですね。ですよね、リーダーエネミー祭りなんですよ。あぶね、ここ
下がって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 聞いて聞いて、今ね、宣伝くんがね、なんかちょっと本気出してる。宣伝くん何言ってんの？宣伝くん何言った今？宣伝くん宣伝くん今何言った？宣伝くん俺のことに飛んでしてる。何言った何言った今？もう一回見せて、もう一回見せて。行きますよ。エリア B にエネミーの生態なんだよ。何してんの宣伝くん。先行って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 。開発さんが MVP じゃねえか。ほんとだ。宣伝くんどこ行ってんの？宣伝くん逆だよそれ。すいません。宣伝くんどこだよ。宣伝くん何やってる。はい、宣伝くん行って行って。宣伝くん大変。宣伝くん敵が多い。敵が多い。敵が多い。撃って撃って撃って。助けて助けて。宣伝くん助けて。戦闘戦って。この敵はですね、前からの攻撃受け付けないんで、後ろの弱点を狙ってください。すげえ、そうなんだ。さすがだな。さすがだな、宣伝君とは間違いだな。宣伝君って何なんだろうね。宣伝君わかんない。宣伝君って何？よろしくお願いします。わかんない。なんで？それはよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、やられた。カヤさんやられた。チャット死します。やめ。あいつで。いやーん。いやーん。ここは一旦離れていただいた方が。早く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 。なりになるまでもう1秒、2秒、ポン。あいやー、あいやー、もう取れた。あれだ、攻撃の方はね、あの救出早いんだけどね。はいはい。ちょっと間に合わなかった。間に合わなかった。2人は無理だった。さすがに無理か。2人は無理だった。宣伝君がやばいっす。宣伝君頑張って。宣伝君やばいっす。宣伝君頑張って。宣伝君ならいけるよ。宣伝君ならね。あ、宣伝君行ったぞ。宣伝君行ったね。宣伝君、宣伝君頑張って。宣伝君何してんの、マジで。誰か、誰か。ちょっと待って待って待って、1回、周り掃除するから、周り掃除。周り俺が掃除してるんで今まで助けたよ。ありがとう。助けました。ありがとう。まだあいつ正面からいけないやつが来た。グレネード使ってて、グレネード使ってて、グレネード使ってて、グレネード使ってダウンさせてる間にやってる。行って。地球救出に向かってる。ちょっと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 。悟りやばいよ、悟りやばいよ。あの、あの、あの、倒して、倒して。ちょっと待って、宣伝君やばい、宣伝君やばい。はい、間に合わない。宣伝君やばい、はい、ダメ。あ、宣伝君ダメ。はい、ダメ。はい、宣伝君ダメ。はい、宣伝君ダメ。行って、何？何食らったの？宣伝君の役に立たなかった。エサ後ろ、エサ後ろ。後ろ、後ろ、後ろ、後ろ。地面を張ってる赤いやつには気をつけてください。こいつなんかね、自爆しますんで。あー、やだやだ。これどうすんの、これ。これ後ろに回り込まなきゃ。後ろに回り込んで。今ここでメンテナンス来た、来た、来た、俺が後ろに回り込んだ。おらら、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 押し行ったかな。押し行った、行きましたね。あ、なんかレアアイテム、ジェネラルクロー、ジェネラルシェル。おお、あいつはちょっと強い敵なんで、こういうレアなものも出てくる。宣伝君倒す、倒す、何これ。宣伝君なんか前に出た。宣伝君倒す、何これ。宣伝君すげえ、宣伝君すげえ、宣伝君すげえ、おお、宣伝君すげえ、宣伝君やられた、やられた、宣伝君やられた、宣伝君やられた、宣伝君やられた、やったと思ったらやられるよね。本当にね。宣伝君また来てるよ。白カブト来てますよ。白カブト、白カブト来てるから。今白カブト俺のスタンロードでシビシビしてるから、やっちゃって。白カブト、白カブト、今やっちゃって。白カブトね、スタンでシビシビしてるから。助走してっから、助走してっから突っ込んでくるから危ないから。シビシビしてっから今危ねえ。来たか、今しびれてますね。今チャンスです。今しびれてる、チャンス。ちょっと待って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 、助けて助けてください。開発さん、開発さん、ありがとう。開発さん、ありがとう。どっへ、何。ちょっと待って、ちょっと待って、間に合いましたね。何何何、今どっへってなってる。絶対宣伝君のロケットになっちゃう。やつか、開発さん、ありがとう。開発さん、どっへ、何。敵いなかったもん。さあ来ました、敵はやつ。ごめんなさい、リベンジです。いって、いよいよリベンジです。あ、奥に敵がいる。奥に敵がいる。助けます、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 助けます。嬉しい、嬉しい。もちもちもち、こんなもんとこ。あのね、宣伝君のね、多分ね、ロケットランチャーがなんかにね、吹っ飛ばされた気がするんですけど。本当ですか。はい、あの、皆さんボスのところに。え、ボスじゃない。ボスいるんですよ。ちょっと待って、今補給中。あ、補給中にやられました。あ、カヤさんがいっちゃった。補給中にやられました。助けてください。あ、宣伝君がまさかの、まさかの宣伝君。助けてくれた。やった、ありがとう。俺先行してから、先行してから。ちょっと待って、俺グレネード回復するか今。ちょっと待って、補給補給。やばいやばいやばい。よし、行った来た、宣伝君来た、宣伝君来た、宣伝君頑張って。宣伝君のターン、俺たちの宣伝君、宣伝君、俺たちの宣伝君、宣伝君まで行ける。撃った、撃った、撃った、宣伝君撃った。今クリーン、あれ、宣伝君やられた。え、やられた、宣伝君やられた。なぜ、なぜ、いつやられた。宣伝君、宣伝君、はい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 、撃て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 
ロケットランチャー、ロケットランチャー君が出す戦えよ。すげえロケットランチャー、すげえぞ。おマジすげえぞ、ロケットランチャー。よし、撃て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 撃とうか。撃て撃て撃とうか、とりあえず撃とうか。ロケットランチャー撃とうか。撃て撃て、ロケットランチャー撃とうか。助けてください、無理です。撃て撃て、ロケットランチャー、ロケットランチャー撃った撃った、目の前で悔しい。何回かやられてるとあれですかね、あのタイム減りますか、もしかして。そうですね、減りますね。救助してもらって、そうですよね、救助するまでの時間がすごい短かったので。よっしゃ、尻尾出しました、尻尾出しました、尻尾 V 破壊した。せんねくん、あ、怒ってる怒ってる怒ってる、せんねくん、せんねくん、尻尾、尻尾にロケットランチャー、尻尾にロケットランチャー、尻尾にロケットランチャー撃って撃ってみて、撃ってみて、尻尾にロケットランチャー撃って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 、弾なくなりました。何回復補給してこいよ、補給してください、補給、あんだろ補給ボックス。何やってんだよ、何やってんだよ、宣伝しろよ、見かけしろ、宣伝してから、宣伝してからやろう。ほら弱点に、弱点に、こっち見んな、こっち見んな、こいつ、こいつに、こいつ相手に近接武器は無謀かもしれない。ダメかもしれない。しかしながら、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 あー雰囲気が、あぶ、避けろ、避けて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 、そう、オレンジ逃したら避けて、オレンジの避け、あぶね、これ無理だ、これ近接じゃ無理だ。ちょっとね、俺ね、俺もね、このガトリングが足止まっちゃうからね。そうだよね、ちょ結構辛いんですよ。だからこれ多分宣伝君にしか倒せない、ね、宣伝君にしか倒せない、宣伝君ならやれるよね、逆に。宣伝君任せろしか言ってない、逆に、うん、任せろしか言ってない。よろしく任せろ。宣伝君 AI なの、AI かもしれない。セネクロボなの、ロボだ実は、うん、あ、ねえねえ、エネミー宣伝弱ってきたって、弱ってきて、セネク意外と強いんじゃない、セネク行けんじゃないの、意外でもセネクやられました、やられたね、助けるから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 、何のために高機動か見せてやるぜ、オッケーオッケー、出て出て、あ、やべやべ、あ、俺やられた、セネクを助けに行ってやられた、セネクのせいだと、あ、みんなやられた、みんなやられた、みんなやられた、全員やられた、仲良くやられた、セネク倒せ、セネク、セネク戦って、セネク、セネク来たぞ、向こうから来たぞ、向こうから来たぞ。セネクは今どこで何を、セネクは遠くに、セネク遠くに一人、ちょっと待って、セネク何やってる、セネク何やってる、一人でかっこつけようとしてやられてるのを見たような、あ、セネクやられた、セネクやられたね、こけたね、セネクどうした、危ない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 、あ、でもこの攻撃をしてくるってことはだいぶ弱ってるはず、マジかマジか、オッケー、あらららららら、セネク頑張って、セネク頑張って、あと少しです、セネク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 がいた、セネクいた、セネクいいよ、セネクいいよ、いやいや、任せたね、任せ、任せ、あ、行けました行けました、おいた、おいた、やったやべえ、何これは俺たちの宣伝君のおかげなのか、それとも俺たちが頑張ったから、違う違う違う、この後のリザルト画面全てが判明する、そういうことだね、全てが判明する、オッケーオッケー、来たぞ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 、お前だからさ、毎回予算なんだ、毎回なんだ、3連3回とあれってさ、俺何3回とも1位なのは何なの、俺このゲームは向いてるんじゃないですかね、向いてるんですかね、だってさ、選ぶハウンドによって能力差はないんだって、ないってないですね、何なの、なんでその辺活躍とどめを刺したんじゃないですかね、そう的確にまたまたとどめ刺してるわ、本当に、うん、あの第2編隊俺1800入ってるもん、経験値俺も1800で、それは多分、あ、それは入ってるのか、それは多分別途で、経験値に関しては大丈夫、はい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 、あ、5ポイント500ですね、550、5ポイント俺自信あるぜ、見て見て見て、いくよ、1500だもん、最1500、1500って、1500来ました、おかしい、チャットコミュニケーションの神って1500、ショート救出600だ、あ、ガトリングガンの熟練度レベル2になりましたね、マジで、はい、あ、これ俺のスタンロット上がるんじゃない、あ、上がるかもね、あ、ガトリングレベル3になった、メッサ打ってたからな、下のダガタガタ、はいはいはい、ほとんどガトリングでやられてたですよね、てかよくガトリングであんだけ立ち回る、ね、ガトリングしかやってないすげえな思ったより50%とか、あの、打ち出してから回避が転がれたんでアドミラルやれたんです、なるほどね、そういうところを掴んでいただくと、そうですよね、はい、あのチャットルーキー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 でもおしゃべり好きのが好きだから俺おしゃべり、ああそうだね、俺コープの逸材って言われたなるほど、なんか秘めてるものがあるんだ、なんかわかんない、得点高いからかな、逸材にしよう、じゃあ、うん、一旦家でモードセンター、あー、はい、結局ね、あの宣伝君何だったんだろうな、結果だけ言うと、うん、はい、見事、はい、ギガンテウスの第二編隊を倒すことができたんです、できたんです、それはとりあえず良かったです、良かったです、良かったです、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、で、はい、協力のその、うん、何、うん、で、け何何わかんない、あのね、何だっけ、ど忘れした、なんだよ、ど忘れした、結果っていうか、成績、あ、成績ね、はいはい、4位が俺で、で、3位が開発さんですよね、で、2位が宣伝君、私です、はい、で、1位が江戸さん、私です、なんかまた微妙なポイントいきやがったね、あいつ4位か1位だったら、なんかね、中途半端で、まだいじり方、すいませんでした、てか、俺が1位取ってたってこと、俺頑張ってりゃいいんじゃねえのみたいな、
あの人いらないんじゃない。俺チャットで盛り上げしたよ。そうだよ、あの人何中途半端なとこに私は助けてました。でもね、聞いて、はいはい、聞いて、はいはい、最後にあの人に活躍してもらうポイントがあるんですよ。何あの人宣伝じゃないですか。そうでした。そうなんです、宣伝なんです、はいはい、宣伝くんがこの後頑張って宣伝活動をした結果、はい、見事に、はい、それは実を結びますと。そういうことです。なんとこの動画、はい、なんですか、この3回で終わりの予定が、はい、なんか後ほど続編的なものが生まれるかもしれないっていう。宣伝活動の結果ですか。そうです、宣伝くんが頑張るかどうかで決まるらしい。ああ、そういうことね。はいはい、この3本の動画でちょっとまだ足りない、うん、もっと見たいっていう人は、はいはいはい、宣伝くんに、はい、頑張ってもらうよう祈ってください。祈ってください。その辺も踏まえて、はい、ちょっと最後に、最後に、ね、開発さんと宣伝くんにメッセージをいただいて終わりましょうかね。そうですね、はい、じゃあまず開発さんからで、はい、はい、このような感じで、続々と敵が出てきたりとかして、うん、まあ、盛り上がって、プレイできる状態になってますので、はい、ぜひとも市場に行っていただいて、プレイいただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。須田開発さん、ね、しっかりしてるな。しっかりしてますよ。さあ、じゃあ今日は、宣伝君に、はい、バシッと締めていただいて、そして最後プレイると思いますので、じゃあ宣伝君、なんか皆さんにこう意気込みというか、はい、なんかありましたらよろしくお願いします。メッセージお願いいたします。いや、非常に動画が盛り上がりましたので、また、動画をやるかもというところをぜひよろしくお願いします。誰得なんですかね、そのコメントなんか、ね、誰なの。なんでいつもあんなに饒舌なのにマイク入った瞬間喋れなくなるんですか。そうですよね、なんかカメラが回るとなんかみたいな、よくわかんない緊張感。まあ、ロケットランチャー頑張ってくれたからありがとう。まあまあまあ、フレンドリーファイアも多かったね。なんかすいません、上司の人が謝ってますけど。先輩がね、ですか。ありがとうございます。はい、ということで、スティールクロニクル、はい、実況動画第3回、これで終了したいと思います。もしかしたら次回があるかもしれないということで、なんか、次回がある場合は皆さんぜひともご期待ください、はい、ご期待ください、はい、それでは、はい、全3回ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。今後の展開にご期待ください。それでは皆さん、はい、さようなら。皆さんでどうぞ。皆さんさようなら。せーの、さようなら。コナミ